はい、審査マニア TV をご覧の皆さん、こんにちは、しんです。今日、買ってきた品物はこちらでございます。じゃん、沖縄スイーツナンジーのミルクタルトでございます。こちら何かと言いますと、沖縄県南城市といいまして、私の実家の方で新しくできたものらしいので、ちょっと買ってみました。まあ、箱を見てみたいと思います。濃厚で滑らかミルク味ナンって書いてます。この南城市のナンジーというなんとかナンっていうのが口癖のようです。でこのハート型になっているのは南城市が地形上ハート型になっているので、ハートをモチーフにしています。玉木牧場の牛乳を使用したものということになっています。濃厚なミルクのコクと、香ばしい生地がグッドナンと書かれています。 EM 牛乳を使用ということで、南城市の EM 玉木牧場牛乳さんから直送された牛乳を白ワインに練り込んだ贅沢な一品のミルクタルトです。食感はしっとりして、口の中にふわっと広がる牛乳の濃厚な味と香ばしいタルト生地の絶妙なバランスが何とも言えない美味しさです、とあります。では早速中を開けてみましょう。こういう感じで8個入ってますね。では1個だけ開けてみます。こういう感じですね。開けてみたいと思います。こういう感じになってますね。ではいただきます。うまいです。以上、今日紹介したのは EM 酪農牛乳で作られましたナンジーのミルクタルトでございました。それでは、 YouTube と山形から送る議員のバッチライン、私だけではこの美味しさをうまく伝えられないので、これをタルト好きのボスの方にもお届けしたので、ぜひ召し上がっていただければと思います。でこれがですね、賞味期限が早いと言いますか、生物に近いものみたいで、あまり賞味期限が長くないので、早速お送りしますので、できれば早めに。では